えー、生態制御を松田地域研究室の寺井と申します。よろしくお願いします。えー、まず最初に、ま、えー、まず一つ目は次年度からの収支も、もう、もう一回募集します。おそらく収支が最後になると思うんですけど、収支の子には責任持って我々が面倒を見ようというふうに考えております。さあ、我々のやってることなんですけど、キーワードとしては、イメージング、フレット、光電学、細胞、間情報伝達。 というものです、ねまあ、皆さんイメージングって何するんだろうっていうふうに思うかもしれませんけど実際には、えー、と我々は光を分子活性を光に変えて細胞が今この分子が活性してますよもしくは、えー、と細胞がしやられました、まあ、殺されましたっていうのを光の情報に変換するようなギミックを使って、えーとそのも <laughs> まあ、我々それをフレットプローブと呼んでるんですけどそれを使って生きたマウスでその分子の活性を見ようっていうのを目指してます。 で、また同時に、えー、とその最近この光遺伝学というものが、2 0 1 0年くらいから、えー、世に出てきまして、で我々は独自に一、えー、つの細胞だけを光を当てることによって、その中の分子をコント,あのコントロールする、えー、活性制御をするっていうような系を立ち上げて、でそういうものを使って1個の分子、 1>, じゃなくて1個の分子じゃなくて1個の細胞に着目してその細胞がどういう機能を持っているかで1つの細胞でどれぐらいの能力があるのかということを調べるということを目指しています、えー、と例えば、まあえー、とこれは一例としてがん細胞と免疫細胞をそれぞれにラベルしていますで白く、えー、とい見えているのが、えー、免疫細胞 NK 細胞ですねで 今、青く見えているのが癌が細胞で、この細胞には、青から赤に光の情報を置換して、やられたっていうふうに、あの、細胞が教えてくれるようなギミックを入れてあります。で細胞もちろん、あの、やられましたっていうことは言ってくれないので、こういうふうに、えっ、ー、と、いくつかツールを使って、えー、と実際にこの腫瘍免疫って、まあ、皆さん名前くらい聞いたことあると思うんですけど、そういうものを、えー、と実際に1個の細胞、対1個の細胞、もしくは、えー、とそういう 状況を、これ、マウスの肺の中でやってるんですけど、可視化して、どういう事象が起きてるのかっていうことを調べています。で、例えば、これ、まあ、マウスの肺をこう、解凶せ、解凶はまあいいや、えっ、ー、と、実際に顕微鏡を、えーと、レンズを、待って、止まった。 実際にこういう像を見ることによってこう、免疫細胞っていうのは、例えば多数で相手をやっつけてるわけではなくて、一つでやっつけている。で、かつ、えー、とどっかあの遠くからなんかビームを出してるわけではなくて、すぐ,すぐそばに近づいて胸ぐらつかんで、でそこでやっつけて、でかつ相手がぜもうぜ、えー、と溶けてなくなる前に、先にまた次のターゲットを見つけに行くということがわ、えー、かるという。えー 情報を獲得できます <laughs> さて、えー、とで松田県におけるカリキュラムなんですけど、えー、とここにあの4つ用意しました、うん、とうちのラボに来てまあ学んでいただくことっていうのは一つ目は傾向のプロになれるということですで、えーとまあ、最新型の顕微鏡もたくさんありますしあとはマウスの中でその傾向を観察するっていう系においてもおそ,おそらくじゃないですね 日本の中で5本の指に入るぐらいの技術を持っているので、そういうものを使って、マウスの中でどういう分子が活性化している、どういう細胞がどういう機能を持っているということを調べようというふうに考えています。で、もう一つは、えっと、顕微鏡画像の解析、あ、ポイントあった。顕微鏡画像の解析ができ、プログラムをかけるですね、えっと。たくさんたくさん画像を撮るんですけど、それ全部人力でやってると日が暮れちゃうので、 で、何とかして楽をしようというふうに考えて、まあ、いくつかのソフトウェア、もしくはプログラミングを使って、えっ、ー、と、一、まず、あ、えっ、ー、と、確率的に、統計的に多くの情報を処理できるような準備をするということも、よ、学ぶことができます。もう一つは、まあ、生きたマウスを使ってやるので、まあ、全身的な概念を得られるかもしれないっていうことですね。で、あと、これはうちの、えー、と指導方針なんですけど、必ず、えー その期限内に、えー、と学位を取得させて、でそれであのちゃんと次のステップに上がっていってもらうということを、えー、と今のところ守れています。えっ、ー、と、まとめ、えーとで。研究内容とか詳しい内容は、えー、と松並地域で、えー、Google 先生に検索してもらえば、えー、と出てくる出てきますで。今日2時もしくは4時から、えー、とすぐ隣の、この建物なんですけど、隣の隣の建物で、えー、と説明会を行います。で、研究内容、 知りたいもしくは、えー、と松田家の学生がどういうことを考えて、えー、と日々暮らしてるかっていうのを知りたいっていう方は来ていただければ、えー、とお答えいたします。以上ですありがとうございました